世に類いなしと見立て祭り、世に類いなしと見立て祭りたまい、なだこを追わせる宮の御恩形にも、なお匂わしさは例えんかたなく美しげなるを、世の人光る君と聞こゆ、藤壺並びたまいて御恩覚えもとりどりなれば、輝く火の宮と聞こゆ。これでこの王子が光源氏と言われる、これから後々光源氏と呼ばれていくようになる、その元がここに語られているわけですね。さらにそれに対してまた藤壺の宮の方が輝く火の宮というふうに申し上げたというんです。世に例えようもないとお見申し上げなされて、つまり帝が例えようもないと申し上げなされて、名高くいらっしゃる宮の御形にもなお乳足さは例えんかたなく美しげなる、美しいことにかけては名高くいらっしゃるその藤壺の宮の御姿形に比べてみても、なお乳足さは例えんかたなく美しげなる。源氏の方は、源氏の宮は艶やかな美しさは例えようもなく美しげにお見えになるので、世の人はこの方を、この王子様を光る君と聞こゆ。さらに源氏でいらっしゃるから、一世の源氏でいらっしゃるから光る源氏とも言うようになるわけです。で、藤壺の宮はそれにお並びになって、御恩覚えもとりどりなれば、父の帝の御恩覚えもそれぞれ優れているからして、で、こちらの方の方を輝く火の宮と申し上げる。どちらも深い帝のご寵愛を得ていらっしゃって、で、こちらの方を藤壺の宮の方を輝く火の宮と申し上げる。光源氏あるいは光の宮、それに対して、輝く火の宮、見事なに並んでいらっしゃるお二人ですが、この輝く火の宮というふうな言い方、これはすでによく言われる事柄なんですけれども、源氏物語、なぞってというか心において語られ始めている、映画物語の中の初穴の巻の中で、この道長の娘彰子、宮廷に入ってやがて中宮になる人ですが、一条天皇の中宮になる人ですけれども、定子皇后と対立する、しかしこの彰子の方が
背景も非常に力強くって羽振りがいいわけですが、その少子中宮を輝く富士壺、輝く富士壺というふうに人々が言ったということが映画物語に出てくるわけですね。これはこの源氏物語のここの書き方と、それから映画物語とどちらが先なのかっていうのはなかなか決定が難しいわけで、まあ普通ならば源氏の方が元で、そして映画の方が後だろうと、まあ常識的には考えられますけれども、そう単純ではない。この彰子が入内するのは長保元年999年です。11月の1日に入内するわけです。そして間もなく中宮になる。で、源氏物語がこう読まれて、若紫の巻が読まれていたということがはっきりするのは、まあ1008年寛弘5年で、そういうこの背後の、まあ、事実からすると、彰子が輝く富士壺と言われたという方が、早いような気がしますけれども、しかしまた映画物語の作者が源氏物語を意識して、そして、源氏物語にここで富士壺がこんなふうに言われてる、で彰子をそんなふうに人々が読んだというふうな書き方をしたのかもしれない。ですからどっちが先か後かってなかなか簡単には決められないのですが、しかしとにかくその彰子の父親の道長という人と紫式部とは非常に近しい深い関係にあったと考えられる。紫式部2期なんかをか、まあ、考えても、この二人の間柄は非常に親密であったと思われる。それからまたこの彰子中宮に紫式部は女房として仕えるわけですから、でいよいよその光源氏が、光り輝く一世の源氏、この若者が元服をするのがその次ですね。この君の御恩笑わ姿、糸かえまくおぼせど、かえまうくおぼせど、十に似て御恩元服したまお、いたちおぼし営みて、限りあることにことを添えさせたも。人とせの東宮の御恩元服、なでにてありし儀式、予想しかりし御恩響きに落とさせたまわず、ところどころの京など、くらつかさ、国葬院など、公ごとにつくをまつれる、おろそかなることもぞと、とりわき仰せごとありて、清らを尽くしてつくをまつれる。で、この光る君の姿を、姿形を、おんわらわ姿、つまりまだ子供の段階ですから、わらわ姿、わらわっていうのは一番その特色が神に現れるわけですね。で、わらわ髪をしている年齢が、まあ、わらわでもあるわけですが、わらわっていうのは一番単純な形はおかっぱ髪、わらわ髪ですね。かっぱのことをかわろって言いますけれども、
そういうおかっぱ神がわらわ神ですけれども、しかしこの年齢になってくると神をこう両側に、真ん中からこう両側に分けて、この耳の上のあたりでこう束ねているわけですね。丸くこう束ねているわけで、ミズラという形ですよね。ミズラっていうのは古代は、普通の大人もミズラという神を言ってるわけですけれども、それが奈良時代になってくるとこういう少年の髪の形になってくるんですね。でそれを解いて、そして髪上げをして、この後ろで束ねて、そして大人の髪の格好にする、そして原服をするわけです。原服ということはただ単にその大人になるというふうな簡単なことではなくって、まずそういう髪の形をオラワ神から一人前の男の神に変えて、そして、冠を初めてつけるということですね。正式に冠をつける。それから位階をいただく、五位の位ですね、貴族の指定は、をいただくということになるわけで、もちろん服装なんかも変わりますけれども、そんなふうにして、原服するわけです。その原服の習慣がもちろん、後世の武士たちの生活の上にも続けられていくわけですけれども、この貴族の社会の原服っていうのは非常にやっぱり、重い形で、そんな風に髪の形をまず変えなきゃなんない。そうすると顔つきが変わるわけですね。で今まで光源氏がその少年の子供の髪の形をしている、それがもう非常にこう美しくって可愛いわけです。それを変えたくないなとお思いになるわけですね。この君の恩笑わ姿、意図変えまうくおぼせど、変えたくないなとお思いになるけれども、でも数え年12になって、もう決まっていることだから原服を遊ばす。イタチおぼしいとなみて、イタチの言いは座ることですね。立つはもちろん立つこと、立ったり座ったりです。して、そして、いろいろとこう帝がこの王子のためにしてやることを思案なさるわけ、思いを巡らされるわけです。イタチおぼしいとなみて、とりどりに、思い巡らしになって、で限りあることにてことを添えさせたも、原服というのはちゃんとした重要な儀式ですから、ちゃんと決まった制度、決まった定めというものが あることで、その上にいろいろと格別のことをお添え遊ばす。定めのほかに付け加えられることはできるだけ付け加えて、盛んな形で原服をしてやろうと思い遊ばす。人とせの東宮の恩原服、なでにてありし儀式、予想しっかりし恩響きに落とさせたまわず、ところどころの京など、くらつかさ、国葬院など、公ごとにつくを祭れる、おろそかなることもぞと、とりわき仰せごとありて、京らを尽くしてつくを祭れる。で、千年の、おそらく3年ほど年上なわけですから、3年ほど前に、東宮の原服は行われたわけでしょうが、その千年の
東宮の大元服、奈殿にてあれし儀式。奈殿は宮中の一番正式の御殿、獅子殿あるいは獅子殿ですね、で行われるわけですが、その儀式、予想しかりし音響き盛大であった、その様子に音響きってのは、盛大であったその評判ですね、評判に、劣ることなく所々の経などあちこちで行われる経を、儀式の後の宴会なんかも、蔵司、蔵領、宮中の蔵領ですね、それから穀倉院、穀物を司っているところなど、公ごとに都合を祀れる、おろそかなることもぞと、とりわけ、つまり、ちゃんとこう公に、こういう儀式の時にはどういう程度で行うかということは決まってるわけですが、その公ごとに従ってことをお運び申し上げる、そのことがそれ役になっては、それ役になることもあろうかと、おろそかなることもちょっと、帝は格別の心をお使いになるわけです。公に決まっている定め通りのことなんだけれども、それがとかくするとそれ役なことになることもあろうかと、格別に仰せ事があって、儀式の、この場合の清らは、その儀式の整った美しさの限りを尽くしてお勤め申し上げた。帝の特別のお心添えがあったわけですから、だからもう儀式の整いの限りを尽くしてお尽くし申し上げた。